砂の美術館は2006年より鳥取県鳥取市の鳥取砂丘で定期的に開催されている砂の彫刻展示イベント美術館。ほぼ1年に一度テーマを変えて展示を実施しており、年明けから春の期間は次回作の準備、制作期間のため休館となる。また、第4期までは野外仮設テントで行われてきたが2012年4月の 第5期より屋内での展示がメインとなった。隣接地の別当には砂の美術館事務所や売店がある。日本で唯一のプロの砂像彫刻家、チャエン・カツヒコプロデュース。毎回各国のプロの砂像彫刻家を招いてテーマに沿った砂の像を制作する。この他、一般制作されたミニ砂像や入り口で迎えるウェルカム砂像なども展示される。また、期間中に 作像の公開制作が行われ作品が増える場合もある。日没後は作像展示スペースの照明が夜間照明に切り替わり、昼間とはまた異なる陰影を見ることができる。イベント開催期間中のみ以下の通り営業されている。また、開催期間中は基本的に無給である。営業等の詳細については公式サイトの営業案内を参照のこと。 イベント時には時間変更、または延長となる場合がある。以下ではメインゲートへのアクセスについて記載する。詳細は公式サイトのアクセスを参照のこと。ありがとうございます。